ヨゼフ・テルンストレームはスウェーデンの元陸上競技選手である。彼は1912年に開催されたストックホルムオリンピックのクロスカントリー団体で金メダルを獲得した。イェブレボリケンイェブレの出身、クロスカントリーに取り組み、ストックホルムオリンピックのスウェーデン代表に選出された。ストックホルムオリンピックのクロスカントリー競技は1912年7月5日に、 実施された。競技には6カ国から41名の選手が出場した。テルンストレームはクロスカントリー個人競技で47分7秒7の記録を出して5位に入賞した。スウェーデン代表チームは個人競技でヒャルマル・アンデションが2位、ヨーンウェーケが3位に入り、テルンストレームを含めた上位3選手の得点が10点となって2位のフィンランド代表。 3位のイギリス代表を抑えて団体競技で金メダル獲得を果たした。その後、1953年に死去している。ABCD クロスカントリー団体競技は、1912年のストックホルムオリンピックから1924年のパリオリンピックに至る3大会で実施された競技である。選手は国ごとにチームを組み、 クロスカントリー個人競技で上位になった3選手の順位を点数化してメダルを争った。スウェーデン代表チームは12人出場だった。AB オリンピックアスリートボーンインイエブラ、イエブレーボー、スウィードナカイブと2020年4月17日、アットザウェーバックマシン、2015年3月24日、閲覧。スウェーデンアスレチックスアットザ1912、 ストックホルムサマーゲームズアーカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン、2015年4月14日、閲覧。AB アスレチックスアットザ1912、ストックホルムサマーゲームズ、メンズクロス、カントリー、ティマー,ーカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン、2015年4月14日、閲覧。ABCD アスレチックスアットザ九百十二 ストックホルムサマーゲームズメンズクロスカントリーインディビジュアルアーカイブド2020年4月17日アットザ・ウェイバックマシン2015年4月14日閲覧ジョゼフ・ターンストロム・スベリエオリンピスカ・コミットアーカイブ2015年4月19日ウェイバックマシン2015年4月14日閲覧ありがとうございます